はい、こんにちは、梅野です。本日は冬の植物を撮っていきたいと思います。で、高知県は雪があんまり降りませんので、冬場はいつも撮るものがなくて困っているんですけれども、冬は冬で、枯葉とかがいっぱいありますので、僕の好きな寂しい雰囲気の写真とか、シックな雰囲気とか、そういう写真が撮りやすいですので、今回は構図とかカメラの設定とかがメインじゃなくて、僕が撮りたいように今回は撮ってみたいなと思います。なので、ちょっとシックな雰囲気、寂しい雰囲気、なんかノスタルジックな感じだったりとか、そういう写真をメインに今日は撮ってみたいと思います。はい、1枚目ここから撮っていきましょう。向こうの方に緑の守りっぽくなっているところの中に枯れ木がありまして、で、枯れ木は白いんですけれども、そこに光が当たってて、光と影とコントラストができているのと、背景の緑の木の対比となって綺麗かなと思ったので、そこを撮っていきたいと思います。で、実際写真に仕上げるときはモノクロの写真にして、よりこの明暗さをはっきりさせつつ、枯れ木の寂しさというのを強調して撮ってみたいと思います。はい、カメラの設定していきます。ここは全体をくっきりと撮りたかったので F 値8に設定しました。 F 値8にしたことでシャッタースピードが落ちますので、 ISO 感度を200に上げて、シャッタースピード250分の1秒出るようにしています。露出はプラマイゼロのハイライト重点速攻を使って、明暗さをはっきりさせて撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。今朝の時間帯なので、横の方から光が入って、明るいところと暗いところと明暗さが出ていると思います。で、実際に仕上げている時はモノクロ写真にしてるんじゃないかなと思うんですけれども、そうすることで白いところと暗いところの対比が綺麗に出るのと、枯れ木の寂しさというのがはっきり出るので、美しさを表現した写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はこのコケかな、ここにあるコケっぽいのが綺麗だったので、そこ撮っていきたいと思います。で、お水がついてまして、で、このコケのなんていうか先端にこうピュピュってなんか生えてるんですけど、そこにお水がついて綺麗なので、ここを撮っていきます。で、この手前にこういろいろなんじゃかんじゃとあるんですけれども、こういうのも含めて撮ってしまうと、どれを撮りたかったのかがはっきりしませんし、あ、これかなと思ってもなんか他に邪魔されて綺麗さが伝わらないので、ここは縦構図に切り替えまして、この撮りたい苔のところと背景のなんか石があるんですけど、あそこが光っているので多分玉ぼけになると思います。そこだけをこう切り取って、こう切り取って撮っていきたいなと思います。はい、カメラ設定していきます。F 値は 6.3 に設定して、水滴がついている苔のところをしっかり映るように撮っていきます。それでも背景はそこそこ離れてますので、後ろの方はボケて、玉ボケも綺麗にできるんじゃないかなと思います。で、実際のシャッタースピード結構早めに出てましたので、このままで大丈夫で、 ISO 感度も100で撮っていきます。露出はプラマイゼロのハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図で切り取りまして、撮りたかったこの苔に、苔からひょろひょろと伸びている芽みたいなところに水がついている、そういうところを切り取って撮ってみました。で、画面の下の方はこう前ボケを入れまして、で、背景は玉ボケが入ってます。で、画面の下と上の方はできるだけこう暗く撮りまして、真ん中の明るいところに芽がいくような、そしてそこを強調するような、そういう配置と露出で撮ってみました。何が撮りたかったのかがはっきりしますし、この美しさっていうのが強調できていいんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここのなんかタンポポみたいなやつを撮っていきたいと思います。で、初めはこのこっち側のところを、フレームみたいに使いまして、で、右上にこのタンポポみたいなやつを配置して撮ろうかなと思って撮ってみたんですけど、それは写真としてはバランスが良くていい写真かなと思ったんですけれども、こっちの明るさに引っ張られて、こっちの植物の美しさっていうのが
ちょっと損なわれるかなと思いましたので、シンプルにこういうところを排除して、日の丸構図気味にちょっとハイアングルから上から見下ろす視点で撮りまして、でピントをこっち側に合わせます。こっち側に合わせて右側はちょっとボケるっていうような感じで撮っていきます。なぜそんな感じで撮っているかというと、今光がこっち側に当たってて、こっち側に行くほどちょっとこう影になってますので、それに合わせてボケ方もこっちがピントがしっかり合わせて、こっち側がボケるようにして撮っていきます。ハイライト重点速攻を使うことで、今この光がすごい当たっているところが適正露出になるので、下側の方はこうなだらかにグラデーションで暗くなっていきますので、よりこの植物の寂しい感じの雰囲気を出すことができると思います。はい、カメラの設定していきます。 F 値は 6.3 に設定しまして、このタンポポみたいな植物をしっかりとピント合わせて、で後ろの方はこうなだらかにボケていくような F 値に設定してみました。シャッタースピードは400分の1秒出てますので、 ISO 感度100で OK です。植物の部分を適正露出で、それ以外をちょっとなだらかに暗くしていきたいので、ハイライト重点速攻を使って撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じです。これがまず1枚目に撮った左側をちょっとフレームっぽく使いまして、3分割の右上の交差点に被写体を配置した写真になります。まあ、こっちは写真としてはバランスがいいかなと思ったんですけれども、僕が撮りたかった雰囲気の写真ではなかったので、次はシンプルにも日の丸構図気味にしまして、撮りたいものだけを撮った写真がこちらになります。でこちらの方が先ほどの写真より寂しい雰囲気とか、まあ、冬の植物っていう雰囲気を出すことができたんじゃないかなと思います。で僕としてもこちらの方の写真が好みになってまして、光が左側から入ってきまして、右側にほどこう暗くなっております。でピントの位置も左側の方に合わせてまして、右側の植物はちょっとこうボケていくような雰囲気になってますので、全体的に狙った通りに撮れたと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきます。ここにこう半逆光で光が当たっている枯葉と緑の植物がありますので、ここをシンプルに撮っていきます。で普段とかやと多分この辺を埋木に使って、で対角線側に被写体を配置して、まあ、撮るとかやってるんですけれども、まあ、今回は自分の好きなように撮っていくので、まあ、ここ埋木とかいらずにシンプルに撮りたいものだけを切り取って撮っていきます。で前ボケは確かにないんですけれども、こうサイド光で光が入ってきて立体感が出るのと、緑の葉っぱにもう結構枯れて時間が経った葉っぱがありますので、これが寂しい雰囲気を出してくれると思います。でこう葉っぱのとこだけでもこう円構図みたいにすることができますので、まあ、それだけでも結構綺麗に撮れるかと思います。はい、カメラを設定していきます。葉っぱのところはしっかりピント合わせて、背景の地面とかボケさせたかったので F 値 4.5 に設定しました。シャッタースピードは200分の1秒出てましたので ISO 感度100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。まあ、普段であれば前ボケを入れたりとか、あの構図をいろいろ使ってバランスのいい写真を撮っていくんですけれども、今日はその基本的なことはもうさっぴいて、自分の撮りたい、自分が綺麗だなと思っているところを切り取って撮ってみました。で今回の写真の場合だと半逆光で光が当たってますので、陰影のおかげで立体感を感じる写真になっているかと思います。で緑の葉っぱの上に枯れて時間を経った葉っぱが乗ってますので、色がもう白っぽくなってますので、緑と白のもう対比が綺麗かなと思います。そのおかげでよりこう寂しい雰囲気を出してくれている写真になったと思います。で前ボケとかですね、三分割とかそういうのは使ってないんですけれども、後ろの緑の葉っぱでこう円構図みたいに、まあ、綺麗なこの R を入れて撮ってますの で背景の暗さと葉っぱのこの輪郭の丸さがありまして、目線を誘導してくれる、ど真ん中に強調してくれるような写真だったかと思います。今回の写真の場合は、まあ、前ボケとかそういうの使わずにもうシンプルにど真ん中
日の丸ポーズと円構図、それだけで綺麗に撮ることができました。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきましょう。名前わかんないんですけど、結構どこにでも生えてるこの赤い実のやつを撮っていきたいと思います。で、今向こうに太陽が出てますので、もう逆光でこの実をシルエット写真みたいにして撮ってみたいと思います。で、この辺を狙っていって、で太陽が出ているところに実をこう配置して撮っていきます。で、望遠レンズで撮っていきまして、でハイライト重点速光とか露出を落とすことで、あの太陽をこうキュピーンじゃなくて、なんかこう丸の光の塊みたいにして、他は全部真っ暗で、そこの光っている真ん中に実がシルエットで入っている、まあ、そういう感じの写真をなんか撮りたいなと思ったので、ここで撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。まあ、シルエットにしたいところだけ映っていればいいので、F 値は 2.8 設定しました。で、シャッタースピードは太陽の方向けますので 32,000分の1秒出てました。なので ISO 感度100で OK です。で、露出マイナス 1.0 に設定して、ハイライト重点速光を使うことで太陽の以外の部分はもう真っ暗になりまして、丸い光の中にシルエット写真があるような、そういう感じで撮ってみたいと思います。はい、撮った写真がこんな感じになります。で、ど真ん中にあるあの光の玉みたいなやつが太陽になってまして、でそこに赤い実を配置してシルエット写真みたいにして撮っています。で、それ以外の部分はもう真っ暗になってるんですけれども、この太陽のちょっと右下のところ、そこはシルエット写真のこの木の枝の部分がちょっと映り込んでますので、まあ、そういう微妙なご明暗さもいいかなと思った写真になっています。で、こういう写真も撮ってみてくださいって言いたいところなんですけれども、太陽に向けてカメラを構えるとセンサー焼けっていうのが起こる可能性が高いですので、あんまりおすすめではありません。で、撮りたい時はできるだけ短時間で撮ってさっと切り上げるようにしてみてください。はい、本日は植物を撮りに来ておりました。まあ、普段とは違う感じで、まあ、構図とかカメラの設定とかがまあメインの話じゃなくて、まあ、僕が撮りたいように撮ったような写真が今回の写真たちになってます。で、ここで説明した分じゃなくて、まあ、この後にあるレタッチ前レタッチ後のところにもいろいろ写真載せたいと思ってますので、ぜひよかったら見てみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。